セラミックス、セラミックス、またはセラミックとは、競技には陶磁器を指すが、講義では、用業製品の総称として用いられ、無機物を加熱処理し、焼き固めた小結体を指す。金属や非金属を問わず、酸化物、炭化物、窒化物、頬化物などの無機化合物の成形体、粉末、膜など無機固体材料の総称として用いられている。 伝統的なセラミックスの原料は粘土や形石等の天然物である。なお、一般的に純金属や合金の単体では小欠体とならないため、セラミックスとは呼ばれない。一般的にセラミックスは次のような性質を持っている。ただし、セラミックスと呼ばれる物質群は極めて広範でその特性も様々であり、下記の性質が必ずしも当てはまらない。 セラミックスの語源は、ギリシャ語のキャラモーズ、粘土を焼き固めたものと言われている。古くは乾きに始まる。日本においては、縄文土器、弥生土器に始まり、時代を経て、陶器、時期へと発展した。近年では、光触媒機能を持ったセラミックス繊維などが開発されている。昔、日本では、仮疎性の合成樹脂材料をプラスチックと呼び、 その製品をプラスチックスと区別していたように、セラミックスも材料をセラミック、製品をセラミックスと呼んでいた。だが、最近では両者の区別が曖昧になっている。一般的には、伝統的なガラスや陶磁器製品とは区別されて、1980年代以降は、ファインセラミックスに相当するものをセラミックスと呼ぶとが多い。なお、英語のセラミックは、 物質名詞としてよりも、陶器の、陶芸のという意味として用いられる例の方が多く、本校のように各種の製品を総称する場合は、複数形の C ミックス、セラミックスを用いるのが通常適切である。しかし、日本では製品総称においても、英語などでは名詞の単数形あるいは形容詞にあたるセラミックという表現が広く使われていい。セラミックスは、 蘇生の面から以下に分類される。より高度な機能が要求される場合、機材の流形は均一化されるともに、純度は高められる。用途により、機材には微量の添加物が加えられる。有電性、磁性、工学的な面などで高機能を持つ。医療用、電子部品、IC 基板、コンデンサなどの材料として利用されている。原料調合成形乾燥。 春焼き加色、専用調整仕上げ加工の手順で製造される。成形とは、原料を焼き固める、焼結前に、形を整える工程である。完成品の用途に応じて様々な成形方法を使い分ける。粉体、原料を金型に入れて、加圧し成形する方法。量産性が非常によく、最も一般的な方法である。作成される成形体の密度は、 不均一で、密度が均一な成形体を求める場合には適さない。また、得られる成形体の形は、単純な形状に限られる。ゴム型に粉体を充填して、静水圧を印加して成形する方法。作成される成形体の密度は均一で、一軸加圧成形の欠点を克服しているが、設備に高いコストがかかる。HP とは、 焼結を伴いながら一軸加圧成形である。ヒップとは焼結を伴いながら静水圧で成形する方法である。ハイド、原料を回転台の上に乗せ回転させながら形を整える方法である。設備は簡単であるが量産性はない。皿や壺などの少量生産の製品や芸術品を作るときに用いられる。ところてんのように 廃道を口金を通じて押し出して成形する方法である。連続生産が可能で、棒状やパイプ状、ハニカム状の製品を作る場合に用いられる。成形体に廃校が残るという欠点がある。原料に樹脂を混ぜ加素性を持たせ、金型に出して成形する方法。複雑形状の成形体を作ることができ、密度は均一でかつ、寸法精度も良い。一方、 加熱して樹脂を除く脱脂工程で二酸化炭素が排出されたり、脱脂時間が長く多くのエネルギーを要するため、環境に悪い成形方法とも言われる。プラスチックの射出成形については、射出成形を参照。泥晶を型に流し込み、着陸後、排泥するか、そのまま固化して成形体を得る方法。簡単な設備で複雑な形状の成形体が得られる。 生産性が悪い、寸法精度が悪いという欠点がある。加圧したデーショーを流し込んで着肉速度を早め、生産性を高めた方法。遠心力を用いて着肉速度を早めた方法。高密度で均質な成形体が得られる。得られる成形体は、円筒形である。原料と有機溶剤を混ぜてデーショーを作り、ブレードと呼ばれる波状部品で、 厚さを調整しながら、薄い板状に成形する方法。生産性が良く、多層構造体を持った成形体を作ることができるため、積層コンデンサーなどの電子部品を作成する際に使われる。工程の中で板状に成形した電章に熱風を当てて、有機溶媒を気化させ、乾燥させる。気化した有機溶媒は有害であり、それを処理する設備が必要になるため、 設備に高いコストがかかる。また、設備を運用する上で、作業員の健康や周辺環境の汚染に留意する必要がある。有機溶剤の代わりに、無害な溶剤を用いる研究もされているが、例えば水を用いると、水は有機溶剤に比べて気化しにくく、乾燥させる工程で生産性が著しく落ちる、などの問題がある。ドクターブレード法のドクターは、人命 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。